さて今回はロックブロスのペダルの紹介をしていきたいと思います。 Amazon で売ってるんですけども、激安の2960円、いろんな色がありますね。分解も可能となっております。そして、滑り止めのピンであったりとか、または、アルミ合金でできているっていうので、もうかっこいいですよね。ビアンキに装着していきたいと思います。こんな感じなんですけども、まあ、装着したのがこちらです。かっこいいでしょ。結構気に入っております。ただね、回らないんですよね。これが結構ね、サイトとか見たら回らないよねって書かれてます。そういう時は分解して注意をするみたいですね。まあ言ってもこのかっこよさ、ハブの色と合わせました。これが2960円。プツプツがついてるので多分足にねフィットしてくると思うんですよね。さあ他にもロックブロスのグッズはね結構持っています。サイクリングをしてきた結果なんですけども、本当はねビンディングがついたペダルが欲しくて、ビンディングシューズとセットで買おうと思ってたんですが、このビアンキはグラベルキング SS をはめてて、ちょっと山とかも登ったりねしようと思ってるので、足はすぐ外れた方がいいなとか考えてたんですね。そしたらマウンテンバイクのペダルだったら、このつぶつぶがですね足の裏にフィットして結構滑り止めにもなるし、足をがっちりね、固定してくれるということを聞いたので、試しに、こちらを購入して使ってみました。結果はですね、めちゃくちゃ漕ぎやすかったですね。ペダルの、大きさもね大きいですし、あとそのプツプツが靴の裏にフィットしてね全然滑らないですし、まあ、引き足までは言わないですけども、しっかりと漕げました。問題のペダルが回転しない件についてなんですが、まあ、こちらは漕いでてですね、そんなって全然気にはならなかったですね。ちょっとね坂を登った時、重たいのがペダルのせいなのかな、どうなのかなっていうふうにも思ってたんですが、まあ、それは坂だからかなと思いながら乗ってました。なのでぶっちゃけ全然気にならなかったです。これいいと思いますね。こちらのペダル2960円、 Amazon で売ってます。最高に安くて最高にかっこよかったですね。もし気になる方がおられましたら参考にしてもらえればなと思います。そして次はね、このマウンテンバイクをマウンテンドロップハンドルに変えていこうと思っておりますので、またそちらの方もお送りしたいと思います。今 T チャンネルでした。